つも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。よし、じゃあとりあえず現段階で動作試験はできそうだね。新品を組み付けたから動かねえなんてことはないはずだけど、まあ稀にね、やっぱね、コメントをいただくんすよね。新品で何もしてないのにいきなり煙吐いたとかね。まあそういうこともあったりするらしいので、ね、一応チェックしましょうか。よし、まあ煙は吐かないと思うけど。よし、ではスイッチオン。お、いいね、 OK。はい、動きました。 OK です。よし、じゃあ動いたので戻しましょう。 OK。 よっしゃー。あ、そうそう、それでね、新しい T238 出たじゃないですか。そうだからね、またちょっとね実験申請出して、ね、また買って、アリさんから。で、またね、乗っけたいなと思ってます。はい。まあ、この次回はね、もうちょっと、分析の方に、ちょっと振りたいなと思うので、搭載に関して、まあ、あれだな、うん。全体的に多分、もうちょっと、ブレイクダウンして、なんだっけ、話をね、ちょっと構成したいなと思ってます。前回はね、なんだっけ、前回の T238 Bluetooth バージョン、を乗っけたときは、あれだ、超アサシン M4 にね、乗っけたじゃないですか。そう、あの時はね、ちょっと割とさらっと進めちゃったんすよ。うん、要は、T238 が目的ではなかったので、あれ。仕方なくチョイスしたみたいなこと、ね、ちょっとそんな言い方をしてましたが、そう、まさしくその通りで、そう、別に T238 の方はどうでもいいんだよ、みたいな、使いでいいんだよっていうね、そういうノリで私、ちょっとね、前回ね、使って、収録しちゃったので、次ね、T238、バージョン3か、そう、もうね、搭載する動画の時には、もうちょっとね、なんだっけ、スマホがね、ちょっと使えない、機種が多いとか、そういう話もあったんですよ。で、それをね、実は、前回の超アサシン M4 の時に、フォーカスして喋ろうかなと思ったら、すっかり忘れてて、そう、そこのね、ちょっとね、要はスマホのアプリ側の使い方、ってやつをもうちょっと細かくブレイクダウンしていきたいな、深掘りしていきたいな、と、ちょっと思ってます。はい。あれ？なんか怪しいな。あ、またまた。一旦動きそうっすね。よっしゃ、もう一発繋いで。え？なんか変。あれ？なんか接触不良起こしてるかも。あ、これやばいね。なんか接触不良起こしてんな。マジか。ちょっとね、開けてみます。なんかね、こっちのね、線が実はメカボにちょっと当たってたんですよ。けど、メカボと接触したからって言って、なんか電源が入ったり消えたりする理由にはちょっとなんねえなぁと思って。ちょっとね、原因がまだいまいちよくわかってない。なんだろうね、打つと、ブブって言ってたから、なんだろうね。打つと、なんか、衝撃で電源が、なんか切れちゃうみたいな。なんかそういうイメージの、なんか音がしてたんだよね。ハンダがダメなわけではどうもないっぽいので。はい。あのね。やった。あのね。電源が、ブブブっていうのは直ったんだけど、なんかね、動かないんだよね。FET 開いた時に一緒に壊しちゃったのかな、わかんないけど。まあ、というわけでね、ちょっと開けてみますわ、もう一回。はい。なんか、沼ってる気がするんだけど。信じらんねえ。ただ交換するだけなのに。なんで沼るんだよ、ここで。マジで。さあ、最近さ、このアサシン M4 に悩まされっぱなしなんだよね。いや、なんか、そこまでね、悩んではいないんだけど。
まあにしてもね、なんか最近ね、胡椒多すぎだよお前マジで勘弁してくれまあだからね、超優しい M4 作ったんすよ。そういやなんかね、壊れそう。なんか一回やっぱりなんだっけ、ピストン一回初速低下が起きて、しまった、これ後だった。ピストンヘッドとかシリンダーとかね、交換したじゃないですか。うん、もうあの時からね、こいつはもう長くねえなと悟ったわけですよまあそもそもね、 DSC やってたらね、寿命をやっぱね、ガリガリ削りながらやね、動くもんだから、まあどうしてもね、まあそれは寿命も減るわなってね、まあ気はするんだけど、にしてもさ、なんか最近調子悪いなこいつ調子悪いっていうか、ついてない原因がいまいちつかめないので、まあ交換部品があるうちはね、交換部品使って一応修理しといて、でこれもね、もし今ついてるやつが壊れてたらね、補修パーツあるんで、また次回のね、T238、修理動画をねやるときに一緒に ついでにね修理してればいいんじゃねえかなと、うん、頑張っております。はーい、よいしょ。最近ね、僕が組んでる T238 このね、ゴム足っていうかスポンジ足つけてないこと結構多いんですよ。まあ、つけない方がね、いいこともやっぱ多かったりして、どっちかっていうとね、つけない方が多いかなこれね。ただこの個体に関してはつけた方が、ね、ここのね、センサーじゃねえや、この LED がここに当たりそうなのでつけないとね。ただまあ一応つけてんっすよ。あ、自己診断かけよう。そうしよう、そうしよう。ちょっとね、不安なので自己診断かけましょう。はい。僕のね、加工動画にも一応解説はね、してあるんだけど、その時は、自己診断モードを、診断モードにね、入る時のやり方が、電圧をね、調整してやってください、みたいなね、ちょっとやり方になっていて、実はね、説明書書いてあったんですよ。トリガーを引いたままバッテリーさせばもう自己診断モード入るんですよ。なのでちょっとそれやってみますね。引きっぱなしにした状態で、はい、これ自己診断モード入りました。するとね、ほら動かないでしょ、モーター。今トリガー引いてんのね。で次に、おお、セクター検知、なんで動くじゃん、ここね、ここ、今ね、電源を入れる前にトリガーを引いた状態で電源入れますと。そう。すると、プー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 って言って自己診断モード入りますと。そう。で、今、自己診断モードで何が診断できるかというと、センサーがこういった3つあるんで、トリガーとセクターとこの裏側にある、セレクターセンサー。で、3つあるんでね。で、その3つのセンサーが動くかどうかっていうのはね、モーターがウィーンって回らない状態に今なってますと。そう。それで、今、トリガーはね、動いたでしょ。ほらね。こう。で、動きますと。そう。だから次は、セレクターもね、さっき動いてたんで。だからね、ここ。ほら。ここ隠すとね、赤丸つけておきます、ね。そう。ここ。検知してんね。オッケーオッケー。ってことは、やっぱ、これ壊れたのかもしんない。わかんねえけど。まあいいや。とりあえず大丈夫そうなんで、これでね、まだ一旦戻して、動作チェックしてみますね。オッケー、オッケー、オッケー。